はい、ということで裏声ミックスボイスでどうしてもパワーが上げられない、まず物理的な原因っていうのは、はい、使わなければいけない力まで抜いてしまう。で、抜いてしまうのが勝手にオートマティックに起こってしまう、自動で起こってしまう。なぜか、ボイトレクエストへようこそ。本日もお越しいただきありがとうございます。 YouTuber ボイストレーナーゲンです。さあ今日もやっていきたいと思います。今回はですね、はい、こちらミックスボイス裏声でパワーがどうしても落ちてしまう、これらを改善していく方法をお伝えしたいと思います。前回はですね、どうしても高音に上がっていくと力を入れすぎてしまう、今回は逆に高音に行くと力を逆に使えなさすぎてミックスや裏声が細すぎるっていう問題点ですね。これはやっぱりね、あります。発声トレーニングをしていく過程でここに陥ることよくあります。で、僕も実際そうでした。で、まずなんでこれが起きてしまうのかっていうこと、でさらにはここをトレーニングしていくために何が必要なのかっていうところですね。これも結局ですね、こっちもメンタルっていうのは自分がどういう指示を筋肉系統に与えるかということと、その感覚をしっかりつかめているかっていうところが非常に重要になってきますので、行ってみましょう。そうだ、このチャンネルはボイトレクエスト、ボイトレをクエスト形式でお届けして一個一個クリアしていっていただけるとええ声になっていきますよという YouTube ボイストレーニング、過去動画が非常に重要になっておりますので、基本から重要なところ1からぜひ見ていっていただければと思います。やっていってみましょう。はい、ということで裏声ミックスボイスでどうしてもパワーが上げられない、まず物理的な原因っていうのは、はい、声門閉鎖力を声が太く聞こえるところまで上げられていないっていうことと、息はしっかり吐いているかもしれないんですけれども、やっぱりこれも声帯をある程度くっつけられていないから、ベルヌイ効果を最大限利用できていないっていうところなんですね。はい、これがまず一番物理的な問題だと思います。なので声のボリュームやパワーっていうのは声帯のくっつく声門閉鎖力、このパワーによって決まります。なので裏声の時には開いている、くっつくパワーが弱い、地声の時パワーがある、声の時にはくっつくパワーが強い、ここですね。なのでこれを操っていけるかどうかっていうところが非常に重要になります。はい、でじゃあなんでパワーを上げられないのかっていうところが脳が重要になってきます。自分もこの現象に陥ってしまいました。で、なんでそうなってしまったかっていうとですね、脱喉声、喉の力を抜く、全部力抜くっていうことで、使わなければいけない力まで抜いてしまう。で、抜いてしまうのが勝手にオートマティックに起こってしまう、自動で起こってしまう。なぜか、自分の中でのこれ以上声帯喉を締めてはいけないよっていうのがものすごいレベルが低いところに設定されてるんですね。0から100までの声門閉鎖力があるとしたら、もう30パワー使うだけで、ああなんか力が入っちゃったかもっていう感じになっちゃって、もう本当にね、自分もそのところは E とか F とか、もうその辺から全部裏声になってしまう。もう地声に聞こえるだけのパワーを使う前に敏感に反応しすぎてしまっている。なんでこれが起こるのか、認識です。使わなきゃいけない力と使ってはいけない力っていうもののまず区別がついていないとダメで、もう一個はこの使わなければいけない力がどこまで使っていいのかっていうものが分かってないとダメなので、これら2つをまず身につけていくというか、自分で分かるっていうところまでなったら操っていけると思います。はい、ということで改善策っていうものをボイトレクエストでもいくつも紹介してきてますので、それらの過去動画を紹介しつつプラスアルファのトレーニングをしてもらいたいと思います。1つ目、はい、これですね、リップロールで地声を出す。はい、これもなんでいいのかっていうと、さっき言った2つですね。1つ目、使っていい力と使っていけない力っていうもの、リップロールで高音域の地声をトレーニングしていくときには使ってはいけない力が入りにくいんですね。だからリップロールではみんな高いところ行くと裏声になっちゃう。はい、なりやすいです。で、これのトレーニングをたくさんして裏声ばっかり出してると、さっき言った症状になりやすいです。要するに自分の、あ、これ以上力んではいけない、使ってはいけない力じゃなくて使わなくてはいけない力もこれ以上使ってはダメって判断するセンサーが下の方にできやすいです。それを突破するためのトレーニングがリップロールで高音域の地声を出すでした。なのでできるだけ地声を引っ張ってプルル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 ル
で今 B フラット A シャープまで行きましたけど、なんとか地声をキープしようとして上がっていくこと、その時に使ってはいけない力が反応したらリップロールは止まってしまいやすいです。要するに使わなくてはいけない力を最大限まで使いながら地声のトレーニングがしやすいリップロールトレーニング。ではリップロールで地声をキープしてなんとか高音域を出そうとつなげていくように発声練習1本やってみましょう。こんな感じです。はい、一番上までこうつなげていった時にも地声をキープしながら次の音をつなげていくと思ってってみてください。リップロールが止まっちゃった目で、リップロールも力が抜けにくいとはいえ無理やり何が何でも地声にしようとしてフラットしてはダメ。絶対音程を合わせていってください。その上で最大限声帯はなんとか地声をキープしようとして上がっていきましょう。ではハイエーの時にね一瞬止まりかけましたね。あれはやっぱちょっと声帯をグッてパワーが上がってた時に息が口へ続かない、しっかり吐ききれないと、まあああいう感じに息が寸断されると止まりかけますね。でその後はもうちょっとミックスな感じですね。声帯のパワーは落ちていない、ハイエーの時と変えていないけど、まあもう地声にはならなかったかなぐらいなので、なんとかリップロールで地声にしようとするパワーをキープする、リップロールが止まらないように、ここがポイント、音程も変わらないように。はい、これ一つ目でした。はい、もう一つ、じゃん、イで歌おうですね。これも全くほぼ同じ理由です。イで歌うとですね、イ発声でイの地声をしていって高音に上がった時にもうキープできない、地声ではキープができないってなったらほぼ間違いなく裏声に切り替わります。これダメじゃん、裏返っちゃったらダメじゃんって思うかもしれないんですけども、そうではなくて、他の言葉だと無理やり何が何でも地声をキープしてしまいやすいんですね。でもイは無理やり何が何でも地声をキープする、使ってはいけない力っていうのが使いにくいです。だからイが本当に上手になってくるとナチュラルミックスボイスっていうものを手に入れやすくなりますよ。ということでこれもトレーニングとしては使ってはいけない力が使いにくい、さらには使わなくてはいけない力を限界まで引っ張れる、だからもし限界まで引っ張ってる途中でこんな状態でもいいの、喉結構力んでませんかって思う方は、もしかしたらそれは使っていい力なんだけれども自分の脳ではあらダメダメダメ、こんな力使ったら喉閉めちゃダメだよっていうのが反応してしまっているかもしれません。なので僕が個人レッスンの中では、ちゃんとその人の声を聞いて、全然それはまだ使っていいんだよ、 OK だよ、緩めるの早いよということで直していく、改善していくトレーニングとしてこの2つをよく使います。まず2つ、はい、ではさっきリップロールでやったパターンを今度はイでやってみましょう。イでやっていきなり裏声にポーンって変わっちゃってもいいので、こっちは特に声帯のパワーを使っちゃいけない力を使わないけれども結構しっかり吐き出さないと胃は地声をキープできないので、その最大化を目指してください。バンって切り替わっちゃっても OK です。じゃあやってみましょう。こんな感じでした。
回 B ですね。なんだかこのここまで行った時にバチーンって裏声に変わらずにもし持っていけてたら結構 OK かなと思いますし、やっぱ上の方行くと自分もあこれ以上イであっても思いっきり言ったらきっとダメになるなっていうところからはもうそれ以上パワーを上げずにそのパワーをキープしてミックスに持っていってたりしますので、イの効果っていうのも、使っちゃいけない力を使ってしまうと終わる、もうそこで裏声になっちゃうで使い切れないってところですね。使っちゃいけない力で、もう一個は使わなくてはいけない力を最大化できるっていうところがあるので、これもぜひ試してください。はい、ということでここまでもこれからも今回のポイントは2つです。使ってはいけない力を使わないで、使わなくてはいけない力をしっかりと鍛える、しっかりと使うっていうところがミックスボイス、裏声が弱くなってしまう人にとってとても大切なポイントになります。使わなくてはいけない力は0から100まで操れるようにする、しかもそれを使ってはいけない力が発動しないまま、ここです。次のポイント、本日はここまで。次回はより細かいトレーニング方法を複数紹介していきます。どれが皆さんに合うかぜひお試しください。本日もありがとうございました。ボイトレクエストは既存のボイストレーニングにとらわれない新しいボイストレーニング研究所、ミックスボイスの基礎など過去動画をご覧ください。次回の動画もチャンネル登録をしてお待ちください。本日はありがとうございました。